YouTube をグッズマイチャーの皆さん、こんにちは。柳瀬アビーです。早速なんですけど、今回はですね、こちらを買ってみました。はい、パーフェクトストライクフリーダムです。HG のガンダムブレイカーシリーズってやつですね。ビルド系とはまたね、違う世界の設定なんですけど、プレステとか、あとスマホのソシャゲから、まあ、ネットアニメになったやつかな。あんまりね、ちょっと、こう、詳しくは知らないんですけど、まあ、コンセプト的には、ゲームみたいに、無加工でもパーツの組み替えをしやすくしている商品だそうです。私的にね、ドラグーン、これが気になって購入したんですよ。ストフリとは違う、この形状のドラグーンって良くないですか？これはね、好みだとは思うんですけど、ストフリのドラグーンを、まあ、そのまま違う機体にこうくっつけるのって、まあ、定番すぎて、私はあんまりこうやる気が出ないっていうんですかね、なんですけど、この形状だったら面白いんじゃないかなと思うんですよね、こう、斬新で。まあ、だから、これだったら制作意欲湧くんじゃないかなと思って、純粋に気になるんですよ。というわけで、早速ね、組み立ててレビューしていきたいと思います。それでは、やっていきましょう。はい、というわけで完成しました。その名の通り、ストフリとパーフェクトストライクを合体させたって感じですね。全体的に大雑把な作りにはなってるんだけど、このストライカーパックにドラグーンを取り付けるって発想めっちゃ好き。シード本編にあってもおかしくないデザインだと思う。そういえば私、フリーダム系プラも初めて買ったわ。腰の両サイドについていたレール4はストライカーパックの上部についてるんですね。ストライカーパックより大きめで、なおかつドラグーンとレール砲がついてるので、これだけでかなりの重さになっています。まあ自立は不可能ですね。なので、別売りのアクションベースに取り付ける専用のアタッチメントがついてます。これで支えて立たせるって感じですね。見た目はストライカーパックに似てるんですけど、取り付け部は全然違うので、無改造では他のこういうストライク系のアタッチメント機体には取り付けることができないですね。この方式して欲しかったな。ブレイカー規格に合わせてあるんでしょうね。脳内改造ではトールストライクにこのドラグーンを装備させたかったんですよね。そのために買ったようなもの。まあでも取り付け加工はね、そんなに難しくないと思います。試しに無理やり取り付けてみたんですけど、グリッターレブが若干干渉して邪魔になる気がするから、違うパーツ取り付けようかな。持っているアクションスタンドでドラグーンの展開シーンを再現してみたんですけど、フリーダムにはこっちの RG のフリーダム専用エフェクトの方がかっこいいですね。買ってみようかな。で、このパーフェクトストライクの要素の部分、ランチャーとソードを装備してるんですけど、フリーダムにあんまりね、合わない気がする。正直買う前からこのデザインはね、好みじゃなかったんだよね。ちょっとこう無理やり感がある気がする。ドラグーンが欲しかったので、あんまりこの辺にね、興味ないんですよ。レビューなのにすいません。なんかどっちもソードみたいな形してますね。合体して大きな剣になるみたい。胴体とサイドスカートがストライク要素が強めなんですね。ということで、ブレイカー的改造をして遊んでみました。手足と顔ストライクに取り替えてみたんですけど、もうね、違和感なすぎる。まあカラーリングがね、同じだからパッと見普通にストライク。カラーリングとか変えたら、ストライクの後継機設定でそれっぽいの作れそうじゃない？ストライカーパックは干渉して取り付けられませんね。次は顔をトールストライクにしてドラグーンを装備。はい、もう普通にかっこいい。なんか他にもいろいろストライク系とミキシングしてカラーリング変えたら、無改造でもかっこいいのが作れそうなキットな気がする。ノワールとか IWSP、ビルドストライクとか使ってミキシングしたら面白そう。で、最後ちょっと気になったのが、なんか取り付け位置が下すぎる気がするんだよね。普通のストライクと同じ位置の方が個人的にはかっこいいと思うんだけど、わざとこの位置なのかな。最初この写真見た時ね、ケンタウロスに見えたんだよね。はい、というわけでパーフェクトストライクフリーダムのレビューでした。で、こちらですね、お値段の方は2270円なんですが、まあ店舗では売ってないよね。で、アマゾンだと、だいたい4000円ぐらいでね、取引されています。で、トールストライクは1万4000円だって。
アメージングストフリー欲しいなと思ってアマゾン見たら一般販売商品だよ。もう1万超えて諦めちゃった。なんか最近だとこう中古プラモを扱っているね店舗でもとんでもない価格ついてるらしいんだよね。もうすっごい時代到来したよね。で、最近気づいたんですけど、海外の方が発売が早いやつあるんですよね。だから発売前に変えたりするってわけなんですよ。日本から出荷して海外に向かって、そっからもう一回日本に向かってくるって感じなのかな。日本が枯渇状態じゃないですか。でもそれでも買いたい人がいるってことなのかな。どうなんでしょうかね。というわけで、本日はここまでしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。それでは See you next time. バイ。はい、というわけで本日のカード出す、私からしたらこれっておみくじに近い感覚で、かっこいいのが出たら今日はラッキーな日だなって思って、なんかこう微妙なやつとか自分がいまいち知らないものが出た時は微妙な日みたいな感覚でね回してるんですよ。というわけで、今日はねどんな日になるのかやっていきたいと思います。それではチャリンチャリン、いきます。私はターンドロー、チャリンチャリンダーン。エルフキッカラクオラ噛んだ、ラクロアの森に住む妖精、あんたを騙しているやつがいるから気をつけて。MP10。 はい、キッカです。あれかな、こうちょっと将来的には単独事故を起こしてバーンってなるのかな。はい、エルフキッカが出ました。悪くない、可愛いもん。じゃあ裏の方も見ていきたいと思います。HP 不明って書いてあるけど、HP か、 MP と HP はこっちだと。 HP、不明、強さ不明、防御不明、素早さ不明、属性サポート、はい、スキル不明でございます。サポートに全力を尽くす系ですね。お助け必殺はバトル中に敵にダメージを与えることができる必殺技だ。それがスキルなんじゃないの、お助け必殺。何かとこう合わせないと何も発揮できない。だから MP が10なんだろう。組み合わせたらじゃあもっと強くなるってことかな。ちょっとよくわかんないんですけど、そういうことなのかな。コンボ、サイコガンダムですね。伝説の巨人出ました。伝説の巨人シリーズはこれで連続出たね。はい、というわけで、本日のカード出すはエルフキッカでした。